雪の夜に見たもの。その日は朝から雪が降っていました。私と弟は外で遊びたくてうずうずしていましたが、風邪をひくと困るから雪が止むまで待ちなさいという母親の言葉に従い、家の中で一日おとなしく遊んでいました。冬の夕暮れは早いものです。5時といえばもう暗くなってきます。その日、雪が止んだのは5時を過ぎていました。雪が止んだので、私と弟は外に出たくてたまらなくなりました。母親から1時間だけという了解をもらって、私たち兄弟は外に飛び出していきました。薄暗くなっても、世界は一面の銀世界。降り積もった真っ白な雪のおかげで、そんなに暗くは感じません。当時、私たちが住んでいた家は田舎だったので、家の前には田んぼが広がっていて、車も少なかったせいか、道も、田んぼも、何の足跡もなく、ただ真っ白な雪原でした。私たちは嬉しくて、誰も足跡をつけていない田んぼを歩き回りました。ふわふわした雪に、自分たちだけの足跡がどんどんついていきます。家の前の田んぼは、すぐ私たち兄弟の足跡でボコボコになりました。でも、もっと足跡をつけたくて、私たちは道向かいの田んぼの方まで行きました。道向かいとは言っても、わずか2メートルばかりの狭い道路を挟んでのことですから、家はすぐそこに見えます。そこもやはり真っ白で、何の足跡もついていません。たった一つの街灯が雪の田んぼを青白く輝かせていました。道から田んぼを見ながら、私たちは足跡で絵を描くことにしました。スマイル君みたいな絵を二人の足跡で描くことにしたんです。どっちがどの部分を担当するか決めた後、私たちは真っ白な田んぼに入って夢中で足跡をつけました。頭の中で完成図を想像しながら、足元と自分が通った痕跡だけを確かめながら、夢中で絵を描くことに没頭しました。絵が完成するのに15分もかからなかったと思います。それぞれの担当が終わると、私たちは道に戻り、出来上がった絵を確かめようとしました。ところがそこで、私たち兄弟は、おかしなものを見てしまったんです。二人で道に並んで、田んぼを見たとき、私たちは同時に息を呑みました。それから二人で顔を見合わせ、もう一度田んぼを見ました。私たちが足跡で描いた顔の向こうに、着物姿の花嫁さんが立っているんです。白むくの花嫁衣装を着て、日本髪に角隠しをつけた花嫁さんが、青白い雪の田んぼに一人で立っているんです。私たちがここに来たとき、もちろん花嫁さんなんていませんでした。それに、その花嫁さんの周りには、私たち兄弟の
小さな足跡がついているだけで、花嫁さん自身が歩いてきた足跡はどこにもないんです。頭や肩には少し雪が積もっていて、口紅だけがやけに赤く見えました。私たちは怖くなり、同時に駆け出しました。家の明かりはすぐそこに見えます。悲鳴のような声を出し、玄関に入ると、母親がびっくりして出てきました。二人で見た出来事を話すと、母親は笑って済ませ、外を確認もしてくれませんでした。高校生になった時、弟と、あの、雪の夜の出来事を話す機会がありました。あんなところに、角隠しの花嫁さんが立っているなんて驚いたよね、と私が言うと、弟は、いや、花嫁衣装は見たけど、首はなかったよ、と答えました。そこで改めて、私はゾッとしたんです。覚えのないビデオ。A 君は久々に彼女とデートをして、帰りに自分の家に寄ってもらうことにした。家に着き、下駄箱の上に鍵を置こうと、下駄箱に目をやると、ビデオテープが置いてあった。A 君は下駄箱にビデオテープを置いた記憶もなく、なんだこれ、と思いながらも、そのビデオを彼女と一緒に見てみることにした。ビデオを再生してみると、ピエロの格好をした男が映り、怪しげな踊りを踊っている。A 君が、なんだこれ、と笑いながら彼女を見ると、彼女が泣きながら怯えていた。A 君は、なぜ泣いているのかわからずに、どうしたの？なんで泣いてるの？と質問をすると、彼女はこう答えた。このピエロの男、私の部屋で踊ってるの。ベッドの下。ベッドに横になる。疲れていたんで、すぐ熟睡。息苦しくて、目が覚める。仰向けに寝ている俺の体に、何かが乗っている。というよりも、体全体を、上から、押しつぶされている感覚。目が慣れてきた。横向きに頭を固定されているせいで制限されている視界の先に見えたのは見慣れた机やテレビ台の足。ここは間違いなく俺の部屋だ。そして俺は今ベッドの下にいる。考えられない状況と身動きが取れないせいでパニックに陥る。しかし声は出ない。ふと、床に座る人形に目が行った。ミッキーの人形だ。俺のものではない。そう思った瞬間、その人形の手前を人が通った。正確には、足音を立てないように、ベッドに近づく足が見えた。靴を履いている。唐突に、はっと目が覚める。俺は普通にベッドに寝ていた。
それから半年後、付き合って初めての彼女の誕生日。彼女が好きだという有名なテーマパークに出かけた。彼女がミッキーの人形が欲しいとねだったため買ってあげた。いつも以上にはしゃぎ、疲れた俺たちは俺のアパートに帰る。彼女が床にミッキーの人形を置いたとき、ふと半年前に見た夢のことを思い出した。不安に駆られた俺は、わけも話さず彼女の手を取り、急いで彼女のアパートへと向かった。次の日、自分の部屋に戻ると、刃物でズタズタに引き裂かれたベッドがあった。数日後、犯人を捕まえたと警察から連絡があった。犯人との関係を聞かれたため、なぜ？と俺は聞き返した。すると、犯人はこう言っているらしい。俺を殺すつもりだったと。公園にて。今日は私は息子と公園に遊びに来ている。一人で楽しそうに砂場で穴を掘っている息子を見ていると、とても可愛いと思ってしまう。まあ私は親バカなんだろう。息子が一番可愛いと自信を持って言える。バカみたいな話だけど、これは本当の気持ちだ。そう思って、にやけてしまう私は、周りから見たら変人に見えてしまうかもな。息子が砂場に私を呼んだ。どうしたんだ？砂場に行ってみると、人が一人入れるくらいの大きな穴と、掘った砂の山ができていた。うわ、すごいな。こんなに掘れたのか。息子を褒めてやると、照れくさそうな顔をして頭をかいた。一人でやったのか？僕しかいないじゃん。あ、そうだよな。あ、でも、これはお父さんの真似だよ。真似と聞いて、いろんなことを思い出す。真似されるようなことしたかな？真似？うん。だってお父さん、昨日お母さんを埋めたじゃん。息子は、口に笑みを作ってそう言った。友達の遺言。A と B、二人の高校生がいた。二人は友達だった。A はどちらかというと暗い性格で、何事にも消極的だった。友達も B の他にはいなくて、B がいない時はいつも一人で過ごしていた。そんな A は高校二年生になる頃には、いじめの標的になっていた。一方で B は正義感が人一倍強く、曲がったことは許せない人間だった。少なくとも周りからはそう思われていた。そんな B だったんで、A がいじめられていることを知ったときは当然止めに入った。しかし、そのことがきっかけで、B も A と一緒に、いじめの対象になってしまった。B は、その正義感のせいで、周りから少し煙たがられていたため、これ見よがしに、B の周りからは人はいなくなり、次第に B は
無視をされてしまうようになっていた。そしていじめはどんどんエスカレートしていった。そんな生活が続いて、 A と B は次第に卒業する日を待ち望むだけになっていた。そんなある日、 A は B に言った。僕、日記をつけているんだ。え？その日記の中で僕は奴らに仕返しをしているんだ。いつもやられている以上のことを奴らにしているんだ。そうしていると不思議と気が紛れるんだよ。僕は家に帰ってもそればかりしてるんだ。なあ B、僕はおかしくなってしまったのかな？大丈夫だよ。実は俺も同じことをしてるよ。B は優しく A に笑いかけながらそう言った。そして事件は起きた。B が反抗的な態度を取ったため、いつも以上に長い時間、暴行を受けた。B がぐったりしていることに気がついたいじめのグループは、そのまま A を残して逃げ帰った。A はすぐ救急車を呼んだ。B は病院に運ばれるまでの間、呪ってやる。絶対に呪ってやる。道連れにしてやる。と、うめき続けていた。B が病院に着くと、すぐ治療が始まったが、すでに内臓が破裂していて、どうにも手がつけられない状態だった。処置室を出てしばらくしてから、B は正気を取り戻した。そして A を呼んで、こう言った。カバンの中にノートがある。いつか話していた日記だ。誰にも見せたくないから、処分してくれ。それから間もなく、B は意識を失って、二度と、目を覚ますことはなかった。A は B のカバンからノートを見つけ出した。僕だったら見てもいいだろう。そう思い A はノートを開いた。内容は衝撃的だった。B は A が思っていたよりも執念深く陰険だった。直接、いじめをしていた人間だけではなく、B のことを無視した連中のことも書かれていた。何年何月、何日、何時何分に、誰が無視をした、といった具合に、異常なほどの詳しさで書いてあった。そして A は後悔した。誰にも見せたくない。の誰にもは、自分自身も入っていたことに気がついたんだ。ノートにはこう書かれていた。全部 A のせいだ。あいつなんか助けなければよかった。A が憎い、憎い。A が憎い。呪ってやる。絶対に A を。許さない。吊り橋。夏の終わりに川でキャンプをしに行った時のこと。俺と友達は川辺でバーベキューのセッティングをしていた。ふと顔を上げると、上流の方に見える吊り橋に
人影が見えた。友達も気がついた様子で、あそこ、スリルがありそうだな、なんて言って、笑った時だった。あ、友達が、つぶやくようにそう言ったので、視線を戻すと、さっきまでいたはずの人影が、吊り橋の上から消えていた。何が起きたのかを理解して、数秒固まってしまったが、すぐ我に帰って、他のみんなにも知らせて、警察に通報した。結局それで、キャンプは中止。みんな、家に帰ることになった。しばらく経っても、あの川で、遺体が見つかったという話は聞かない。記憶も、おぼろげになり、鳥か何かを見間違えていただけなんじゃないか、と思い始め、友達にもそう言ってみたのだが、あれは鳥なんかじゃない、と、ひどく怯えた調子で否定された。その様子があまりにも大げさだったんで、訳を聞いてみると、あの人影が吊り橋から落ちた後、空中でふっと消えたのだという。なんだ、じゃあやっぱり見間違いだったんじゃないか？そういう俺を遮って、友達が口を開く。あれからあいつ、毎晩、うちのベランダから落ちてるんだ。間違いメール。 A 君のもとにメールが届いた。友人の B 君からだ。まあ確かにそうなんだよ。でもこれからのことを考えるとさ、やっぱ明日こっそり毒でも持ってやろうかと思ってさ。まあバレなきゃ大丈夫じゃね。邪魔で黒板が見えねえしさ。間違いメールかな。なんだか意味がわからないけど、気味が悪いメールだ。毒なんて物騒なこと言うなよ。お前って、そんなこと言うやつだっけ？ A 君は、そう返信した。うわ、悪い。間違ってお前にメールしちまったわ。今のメールなしなし。いや、国語の専攻いるじゃん。あいつがめっちゃムカついてさ。無駄にガタイ良くて、黒板が見えねえし。いや、ごめん。気にすんなよな。と、帰ってきた。そんなメールをよそに、気になって仕方がないことがあった。邪魔で、黒板が見えないし、この文章だ。B 君の前は A 君の席。A 君の前は黒板だ。深夜のエレベーター。ある夜、A さんの友達の B さんが A さんに呼び出された。すでに深夜1時だったんだけど、暇だったため、B さんは A さんの部屋に行くことにした。A さんの家は、B さんが今いるところから結構近いアパート。B さんはすぐそのアパートに着いてエレベーターに乗った。そのアパートのエレベーターは、扉のところに窓がついているタイプのものだった。B さんはエレベーターに乗って、A さんの部屋がある5階のボタンを押した。その時、
小さな男の子がエレベーターに向かって走ってきた。ビさんは、こんな時間に子供が一人でいるなんておかしいな、とは思ったけど、あまり深くは考えなかった。エレベーターに乗るのかとずっと待っていたんだけど、男の子はエレベーターの手前で立ち止まって動かない。いいのかな?と思ったが、早く A さんの部屋に行きたいこともあって、B さんはエレベーターを閉めた。エレベーターが5階に向かって動き出した。しかし、その時なぜか、エレベーターは2階で止まった。深夜だから、各階停止になっていたというわけではない。開いた扉の外を見た B さんは驚愕した。1階で見たあの男の子が、またエレベーターの前に立っていたんだ。それも、さっきよりも少し近づいたような感じがする。B さんは少し怖くなり、急いで扉を閉め、5階のボタンを押した。だがまた3階で止まった。しかもあの男の子が、もうすぐ自分の目の前まで迫っている。うつむいているため、顔は見えないが、それがまた恐怖心を煽った。B さんは無我夢中で扉を閉め、5階のボタンを押した。次止まったら、絶対にあの子が入ってくる。B さんは、扉を閉めるボタンを連打した。すると、エレベーターは、4階を通過して何もないまま5階に到着した。よかったと B さんは思ったが、何かがおかしい。扉が開かないのだ。もうとっくに5階にはついているのだが、扉が開く気配がない。そして窓から外を見た B さんは、見てしまった。あの男の子が、窓の下から、B さんのことを睨んでいたんだ。その時、エレベーターの窓が、思いっきり叩かれた。男の子の手の跡が、くっきりと、赤く窓に残された。そして、エレベーターの扉が動いた。B さんが外に出ると、そこにはもう男の子はいなかった。だが、エレベーターの窓に近づいた B さんは、さらなる恐怖を体験することになる。その男の子の手の跡は、エレベーターの内側からつけられていたのだ。マグカップ。うちの姉はとてもモテる人だった。高校ぐらいから彼氏が途絶えたことがなくて、一流大のボンボンとか、超大手のリーマンとか、外資の白人とか、そんなんとばかり付き合っていた。でも一時期、バイト先の店長と付き合っていたことがあった。俺は、そのカフェに行って、顔を見てきたことがあるんだけど、普通の冴えない、ただのおじさんだった。その頃から姉が、自律神経失調症だか、鬱だかになり、かなりおかしくなった。
もう薬漬けだし、ずっと寝てるんだ。そんで俺が、朝夜、飲み物とか持って行ったりするんだけど、その時、マグカップを落として壊してしまったことがある。そのマグカップは、プレゼントでもらったやつで、かなり大事にしていた。やべえ、と思って、直せるかなっていじっていたら、黒い髪の毛みたいなものが、欠けた側面から見えた。俺は、自転車で、隣の県の高架下に行って、そのマグカップを、柱にぶん投げて割ってきた。家に帰ると姉に、あのマグカップはどうしたんだって聞かれたんで、落として割ってしまったって答えた。普段だったら超激怒して怒り狂うのに、そうって言ってまた寝てしまった。それから少しして店長とは別れて、いつの間にか、打つとか言い出さなくなって、なんかケロッとしてる。で、また働き出して、一流企業の、すげえ良さそうなイケメンと付き合い出した。両親はすごく喜んで、一体、何だったんだろうって言ってた。友人たちも驚いていたらしい。去年その人と結婚して、今は幸せに暮らしている。俺はあの時、姉がおかしくなった理由は、あのマグカップなんだろうなって思ってる。誰にも言ってはいないんだけど。ちなみに、あのマグカップは、バイトでもらったって言ってて、店長からもらったのか、同僚からもらったのかがわからない。店長は、何気にモテる男らしくて、付き合い出して、それを妬んだ同僚からもらったのか。店長が、最高野郎で、そんなものをくれたのか。今朝その時の夢を見たんだけど、気持ち悪くて。あの時、隣の県まで行って、あのマグカップを割ったのは、自分でもなぜかわからないけど、正解だったと思ってる。使用禁止の理由。小学生の時、冒険某所に旅行に行った。途中でトイレが我慢できなくなり、使用禁止とある公衆トイレに仕方がなく入った。個室で用を足していると、天井から、ふぅーと、荒い鼻息が聞こえた。何の気なしに見上げると、丸坊主の四つん這いの女が、狭そうに体を縮めながら天井に張り付いていた。ちらっと俺を見た。目が合ってしまった。片目だけ真っ赤に充血していた。鼻が曲がっていた。唇の周りは固まった血が乾いていた。俺は叫んで外に逃げ出し、親父に助けを求めた。血相を変えた親父が見に行った時には、トイレにはもう何もいなかったという。
人玉。私は人玉を見たことがあります。まだ小さい頃、夜中に寝ていて、ふと目を覚ますと、真っ暗な部屋の中に白い人玉がブワーッと大量に浮いていました。人玉は白い霧の塊みたいな感じで、だいたい握り拳くらいの大きさを引いていました。人玉は部屋の北側の壁から発生し、ゆっくり南側の壁まで移動し、そこで消えてしまうんですけど、大量の人玉が後から後から大発生して、それがみんな南の壁に向かっていくので、まるで人玉の川の中にいるみたいな感じでした。なんで人玉が南の壁に向かうのかはわかりませんが、うちの兄弟は口を揃えて、あの部屋は家の中でも特に何か気味が悪いと言います。北には埋めた古井戸があります。私は2分くらい呆然と眺めていましたが、自分が寝ている部屋に得体の知れないものが現れたことがとても恐ろしくなり、そのまま布団をかぶって朝まで寝てしまいました。そのような経験はそれっきりなんですけど、あれは間違いなく、確かにこの目で見たものです。黄色いパジャマ。去年の暮れのことだ。池袋のとあるレストランで会社の忘年会があった。二次会は部署内で、三次会は仲間内での飲み会になった。家路に着こうとする頃には終電も過ぎ、タクシーを使うことにした。タクシー乗り場は例年のように長蛇の列。私は連れと三人だったけど、一人だけキロが違った。二人は乗り合いで乗車し、先に帰って行った。一時間待っても、なかなかタクシーが来ない。私は痺れを切らして、目白の方に一人歩き出した。線路に沿って歩いていたつもりが、細い路地へと入り込んでしまった。雑司ヶ谷らしい。塀に沿って進むうち、その向こうが墓所であることが分かった。ちょっと気持ち悪いな、と感じながら足早に歩くと、突然私の脇を子供が通り過ぎた。黄色いパジャマを着ていた。この寒空に？なんて感じる暇はなかった。その子供は塀の中に吸い込まれるように消えたのだ。私は声こそ出さなかったが、恐怖のあまり駆け出していた。ようやく広い通りに出て、運よくタクシーを拾うことができた。運転手にちょっと話を振ってみたんだけど、年末は忙しくて、幽霊なんか見る暇もないとのこと。私も笑い話につられて、さっきは目の錯覚だったかもしれない、そう思い始めていた。家に着く頃には
半信半疑。まあそんなこともあるか、くらいの余裕が出てきていた。そしてタクシーから降りることになり、運転手から声をかけられた。お客さん、忘れ物。振り返ると、アニメか何かのカードだった。私が座っていた場所にあった。違う、これは私のものではない、と言うと、運転手は不思議そうに言った。お客さんを乗せる前には何もなかったと。モニター深夜3時頃、いつものようにパソコンで仕事をしていたんですけど、左側にある予備のパソコンのモニターに顔が映っていることに気がつきました。最初は自分の顔だと思って気にもせずに3分くらい仕事に没頭していたんですけど、その顔が突然くるっと横を向いたんです。私は目を動かしただけで横を向いてはいません。金縛りとは違うのですが、恐怖で全身に寒気が走り、眼球以外を動かすことができなくなりました。ぎょっとしてよく見ると、自分の顔ではなくて、髪の長い女性の横顔でした。私はショートヘアなので、明らかに髪の長さが違います。私の上半身にかぶさるような感じで、私以外の女性の肩から上が映っていたんです。髪は肩程度で、顔全体はグレー、目の部分は真っ黒、口元から喉のあたりが赤か朱色、それと顔が不自然に斜めに傾いていました。次の瞬間、顔面をかきむしられ、首や耳のあたりも強く握られ、ううという、あえぐような声が耳元で聞こえてきて、いつの間にか気を失ってしまい、気がついたのは明け方の5時過ぎでした。頭痛は収まっていたけど、首をひねったのか、首から肩にかけて痛みがありました。洗面所に行ってみると、顔、首、耳のあたりが真っ赤に腫れていました。実はこの女性には心当たりがあるんです。先月、交通事故で亡くなった高校時代のクラスメートの綾子の葬儀に出席したんですけど、その時見た遺影に映る綾子の髪の長さ、形がパソコンに映った女性とそっくりだったんです。綾子は事故の衝撃で首が折れていて、口から大量の血がこぼれていたそうです。綾子とは特に仲が良かったわけでもなく、高校卒業後は付き合いはなかったんですけど、私の旦那は綾子が高校時代に付き合っていた彼氏なんです。実はこの後、私と旦那に不可解な現象が頻繁に起きたんですけど、これ以上は怖くて話すことはできません。
同じ女。同じ女を今日4回見た。1回目は会社のエレベーター前。2回目は取引先のエレベーターの前。3回目は駅のエレベーターの前。そして4回目は居酒屋ビルのエレベーターの前。まず見間違いはない。女は鮮やかな薄緑のワンピースでショートカット。人絵まぶたのパッと見美人。でも、どのシチュエーションでも俺のことをずっと睨んでる。全く心当たりはない。まさかとは思ったけど、自宅マンションのエレベーターに乗るときはいなかった。でも、エレベーターから降りる瞬間に、ふふ、という女の声が耳元から聞こえてきたんだ。あの女の同一人物の声かどうかはわからないけど、なんだか嫌な予感がするんだよ。もう、風呂に入ることもできない。どうしよう。だって、風呂場のあたりから、とか、ささやき声が聞こえてくるんだよ。なんで俺、取り憑かれたのかな。水煙。サラは自分の部屋に戻ると、後ろ手に音高く扉を閉じ、そこにもたれるようにして深いため息をついた。ついさっき見たものを思い出し、サラの体が震えた。あれは何だったんだろうか。足が自分を支えることができない。力なく頭を垂れ、ずるずるとその場に座り込んでしまった。年笠の女だった。灰色のコートを着て、まがまがしいほど暗い笑みを浮かべていた。それは仕事の帰り道、T 駅の西側にある公園の中を、サラは雨に打たれながら走っていた。薄暗がりにアスファルトを打つ雨音が響く。ずっしりと濡れた薄闇。遠く入り混じる。くぐもった雷鳴と、鋭利な雨音。公園の中は、雨に塗り込められた木々のせいで、とても暗い。高原は、小さな街灯だけ。その小さな明かりを、立ちはだかった女の影が、大きく切り取っていた。雨足が強さを増し、木々の間を縫い、吹き込んだ雨が叩き、真っ白な飛沫が黒々とした輪郭をかすませている。不意に自分の肋間が脳裏からかすかに感じ、鋭敏に引き伸ばされると、奇妙な感覚にゾクッと背筋が震えた。自然の摂理に反するものが、急に、人の形をとった。そんな風に、感じてしまったからだ。女は全身を、雨に濡らしている。
蝋のように色をなくし、白くやつれた顔の口元が笑った。女はサラを見据える。サラは目をそらすことができなくて、女を見つめた。これは人間ではない。サラは確信した。女は水滴が滴る両手を突き出し、鍵爪の形に指を曲げて、ゆらゆらとさらに近づいてくる。視線を外せないまま、逃げなければとサラは思う。そう思った途端、女は白い水煙になって消えた。サラはその後どう帰ったのかさえ覚えていない。我に帰った時には自分の家の玄関に立っていた。あれが一体何だったのかわからない。ただあの女はこの世のものではない。それだけはわかる。まだ呼吸はせわしなかったが、安堵感がサラの胸を撫で始める。サラはバスルームで熱いシャワーを浴びて、雨に濡れて冷え切った体を流す。日常を取り戻したサラは笑って顔を振った。非現実的な出来事は実感を失い、あれは自分の見間違いだと思い始めていた。何を考えているの？そんなことあるはずはないじゃない。サラは髪を洗いながらつぶやき、濡れた髪をかき上げ水気を切ると深く深呼吸をして、そして目を開く。白い湯気に満ちて霞んだバスルームの中にあの女が立っていた。サラが悲鳴を上げるよりも早く細い二本の腕が突き出されてサラの首に巻きつく。途端にサラの心に去来したものは激しい怨念とかすかな悲しみの残滓。薄れゆく意識の中で、サラは、この女から発せられる、恨みの慟哭を聞いた。無人になったバスルーム。流れ落ちるシャワーの音だけが、いつまでも泣いている。その後、サラの消息を知る者は誰もいない。真っ黒い人。妹が真っ黒い人を見たという。どうも服が黒ずくめとか、そういった意味合いらしいんだけど、とにかく異様な感じだったそうだ。その時妹は友達と自転車二人乗り中だったんだが、一緒に乗っていた友達は同じように気がついたものの、すぐ前を走っていた別の友達三人は全くその男に気がつかなかったとか。で、その後、気がつかなかった友達に、そのことを言ってみたところ、私の先輩も、そんな人を見たって言ってた。見た後すぐに、バイクで事故ったって、と、そう言われ、気味の悪い思いをしたそうだ。そういえば以前、テレビの心霊番組で霊媒師が、彼らが
街の中で見る、すでに死んでいる人を、どんな感じかと聞かれて、黒いの、と答えていた。正直もっと、その男について、突っ込んで聞いてみたかったんだけど、妹が怖がりなもので、話題にしようとすると嫌がる。それでも無理に聞こうとすると切れてしまうんで、未だにそれ以上は聞けない。自分の中でただ悶々としています。走り寄ってくる足音。3年ほど前の話、お盆に母の実家に帰った時のこと。弟と家の前でキャッチボールをしていたら、ボールを後ろに逸脱。意外と勢いがついていたボールは、そのまま背後の斜面を降りて川べりへと消えていった。慌てて追いかけたものの、斜面は意外と急で、ボールを探そうと川を覗き込んでいたところ、背後から自分の方に走り寄ってくる足音が聞こえた。だが弟が様子を見に来たんだろうと思い、振り向きもせずに川の様子を見ていた。足音は自分の背後で止まったんだけど、妙に静かだったんで、なんとなく振り返ると、弟はキャッチボールをしていた位置から一歩も動かずこちらを見ていた。近くには誰もいなかった。気のせいかと思い、再び川を見ていると、再び足音が。今度はどうかなと思い、再度振り向くと、やはり弟は、さっきと同じ位置。近くには、誰もいない。確かに、足音と一緒に近づいてくる、人の気配も感じたような気がするんだけど、未だに、謎の出来事です。ブザー。小学生の頃、不審者に会ったことがあります。私の家は、小学校から遠く、登校班で一緒に帰っても、1キロくらいは、一人で歩かなければいけない状態です。そんな私を心配してか、両親が防犯ブザーを買ってくれました。それがなかなか特徴的で、某電気ネズミのフィギュアの防犯ブザーでした。当時、ポケットなモンスターが大好きだった私は、キーホルダーのようにランドセルにつけていました。そして2年生の時、一人で下校していると、林の中から男が声をかけてきました。お嬢ちゃん、こっちおいで、と。完全に、学校や家で聞いていた、不審者のパターンであり、私はすぐ、某電気ネズミの防犯ブザーを鳴らしました。男は、大慌てで逃げていって、私は、事なきを得ました。その後、警察の事情聴取やらありましたが、家族は心配して優しくしてくれるし、警官を間近に見ることもでき、学校でもちょっとした話題の中心になったんで、この事件は嫌なものとしては残りませんでした。それから何年か経って、その出来事も忘れた頃、確か4年生か5年生の時、
また同じ出来事に遭いました。あの時と全く同じ林から知らない男が、お嬢ちゃん、ごめん、こっちに来て、と手招きしています。その頃の私も二回目ということで落ち着いていて、ブザーを鳴らそうとしたんですけど、ブザーをランドセルの中にしまってしまっていたんです。何を思ったのか私は、ちょっと待っていてください、と言って、ランドセルを下ろし、ブザーを取り出そうとしました。不審者の方も、なぜか律儀に少し待っていてくれます。そして、電気ネズミのブザーを取り出し、スイッチを入れようとした瞬間、お前か。優しげだった声が突然低い男の怒声に変わりました。その目線は私の手の中の防犯ブザーを見ています。怖くなり悲鳴を上げながらも、なんとかブザーを鳴らすと、男は、うわーと叫びながら走っていきました。お前かの言葉の意味がわかるまでしばらくかかりました。私の特徴的なブザーを知っている不審者。それはつまり、大人になった今でもあの時の声が離れません。男性恐怖症とかにはならなかったけれど、あの道を歩いて一人で通ることはできなくなりました。あの男、今度こそちゃんと捕まったんでしょうか。それだけが心配です。死傷族。4年前だったと思う。当時俺は専門学生で、実家から離れて暮らしていた。夏休みになって帰省したんだけど、実家は田舎だからかなり暇だった。夜の11時頃になって、暇と暑さに耐えかねて、原付で近所のスーパーに出かけたんだ。行っては見たものの、金はあまり持っていないし、特に欲しいものもない。結局、そんなに時間は潰せずに帰ることにした。まっすぐ帰っても暇なだけだから、少し遠回りして裏道を通って帰ったんだ。で、家まであと少しってところで、道路沿いに白い服を着た人が二人歩いてくるのが見えた。こんな夜中に珍しいな。とは思いつつ、だんだん人の方に近づいていくと、二人とも死に装束みたいな白い和服を着ていた。怖かったけど、引き返せるスピードではなかったから、そのまま通り過ぎた。すれ違うとき、ちらっと顔を見ていたら、二人とも、こっちを思いっきり睨んでた。しかも、裸足みたいに見えた。家に帰ってから、ふと気がついたんだけど、その日は、盆入りだった。お墓から帰ってくる途中の人に会ってしまったのかな。田舎で人が少ないだけに、仮に、生身の人間だとしても、気味悪すぎる体験だった。車載カメラ。私は都内で個人タクシーをしています。開業してから8年が経ちましたが、6年前に起きた話を聞いてください。
他県にお客様を送って、都心に戻る住宅街で事故を起こしてしまいました。出会い頭の事故でしたが、あと少しタイミングが悪ければ、相手の車が、もろに、私の車の真横に衝突して、ドアを突き破り、死んでいたかもしれません。車は廃車になりましたが、事故記録、車内カメラの内容を、所属組合に提出しました。なぜなら、過失割合の証拠にするためです。本部組合で再生していただいたんですけど、そこには信じられない画像が記録されていたんです。助手席にいるはずのないモノトーンの女性が、私の体にしがみついて何か私の運転を妨げている姿と、相手の車と衝突した直後、チェッと悔しがる音声が記録されていたんです。信じてもらえますか？私は信じたくありません。だって、こんなの信じてしまったら、手招きするおじさん。数年前、旅行から帰って、地元の駅前にあるロータリーで、親の迎えを待っていたとき、そんな私の目の前に、トヨタのカローラが止まって、窓が開き、おっさんが顔を出した。そして、こっちに来い、敵に手を振るおっさん。私は、他の人に振ってるんだろうなって思っていたんだけど、よく見れば、周囲には私以外は誰もいない。やべえ、と思い、近くの公衆電話に飛び込んで家に電話をするが、誰も出ない。でも車のおっさんはずーっと私に手を振っている。友達に電話しようにも、もうその時の時間は午前様だったんで、誰も電話もできない。まだ携帯もそんなには普及していない頃だった。仕方がないので、出ない電話に虚しく話しかけるふりをする私。そんな虚しいふりをしつつ、いつおっさんが手を振るだけではなく、こっちに来てしまうかも、とかで、心の中はもう半泣き状態。やっと迎えの車が来た時は、もう全身の力が抜けたというか、もちろん、そのおっさんも去って行ってくれたけど、でも、車でつけられていないか、つい後ろばかり見てしまった。迎えの車が来るまで、たった10分くらいだったと思うけど、でも、ものすごく長く感じた。やっぱり、夜間の一人歩きは気をつけましょう。もう日本でも、やばいよね。占い。15年も前の話なんで、細部はよく覚えていない。心霊スポットに行った。何も起きなかったんで、記念にガラス片を持ち帰った。その際、手を怪我した。これだけならよくありそうな話なんだけど、昨日少し気味の悪い体験をしたんです。春休み暇だったんで、友人と一緒に旅行に行ったんだけど、そこに占いの店があったんだ。友人がそういうのが好きらしくて、俺も見てもらうことになった。
手を見せた途端、占いのじいさんがあからさまに顔をしかめて、君、残念だけど、長生きはできないよ。だってさ、突然のことで混乱をしているところに、さらにじいさんが、まあ、自業自得だね、って。じいさんのいきなりの、意味不な発言に、ちょっとイラッとして、いきなり何なんですか？どういうことですか？って、少し怒って問いただしたら、どうやら、手の傷が原因らしい。ちなみに、傷跡は今でも残ってはいるけど、傷自体はかすり傷程度で大したことはない。じいさんが言うには、切ったもの、ガラスの破片、切った場所、手のひら、どちらも最悪だそうだ。うさんくさいんで信じてはいないんだけど、これとは関係なく、結構病弱なんで、長生きはできないかなって自分でも思ってはいるけど。超オフレコの幽霊物件。夏の超オフレコというスペシャル番組、それが幽霊物件特集だったんです。かなり背筋が凍った。ある古いアパートの101号室で霊が出るというのが定説で、入居者はすぐ出て行ってしまうとのことでした。そこを早速取材することに。取材現場に向かう前にスタッフが交通事故に遭うというアクシデントが発生。飾ってある額の裏にはお札が。押し入れの壁には爪でかきむしったような跡と女性の長い髪が。他の部屋の人に聞いたら、101号室には誰も住んではいないはずなのに、夜中に壁を爪で引っかくような音がするとのこと。お風呂はすごい色で塗って、改装してあった。取材陣が一晩そこに泊まったが、特に何も起きず。ここからはあんまり覚えていないんだけど、幽霊が出るという噂は、ある女性の入居者が退出していってからだった。3年ほど前かな。後日不動産屋で書類を調べていたら、その女の人の名前や実家の住所が判明。電話をして、〇〇さんいますかって家の人に聞いてみると、なんでそんなことを教えなきゃいけないんですかって怒ったような感じで切られた。そこで実家まで行って、インターホン越しに、〇〇さんいますか聞いてみると、言葉を濁して、ああ、〇〇は、亡くなっているんですよ、との返事。その亡くなった時期は、ちょうどアパートを出て行ってから、一ヶ月も経たない頃。原因は、交通事故、いや、病死だったかもしれない。この話は、正直ゾッとした。コメンテーターの方が、こういう結果だからといって、この女性が幽霊だと決めつけるわけにはいかない。そんなことないよ、みたいな風に言っていた。しかしどう考えても、その女性がアパートに出てくる幽霊だとしか考えられない番組だった。番組も、その女性の家族に遠慮して、詳しいことは聞いていなかったけど、気になるな。本当に怖かったよ。
呼んでます。俺の親父が去年亡くなったんだが、それから給湯器がおかしい。うちの給湯器は喋るやつで、お風呂が沸きましたって知らせてくれるやつなんだけど、深夜にお湯も沸かしていないのに喋る。お風呂で呼んでますって喋るんだ。うちの風呂場には呼び出しボタンもなければ、テレビも温度調節するやつもない。だから、そんなアナウンスは初めて聞いた。修理した方がいいよってお袋に言ったんだけど、お袋は俺が寝ぼけたんだって笑う。かれこれ一年経つけど、まだ気がついていない。毎晩、呼んでますって言われるから、もう慣れたけど。呼ぶって誰がよってよく思う。それで多分、親父じゃないかなって。罰が当たる。大学の知人で Y っていう超自己中女がいる。こいつがすぐ人を逆恨みして悪いことは何でも人のせいにするんだけど、先日大学のパソコンルームで椅子が突然壊れ、もんどり打って倒れて頭を出血。みんなで駆け寄って助けようとしているうち、ふとパソコンの画面を見ると、掲示板。そこには、知人や友人の悪口を書き込んでいる最中だった。なんとなくふっと、罰が当たるって、こういうことなのかなって思ったよ。以来、Y は孤独です。そりゃ、掲示板であんなことやってたら誰も付き合いたくはないよね。迷い込む。霊感なんてないんですけど、不思議な体験を何度かしてきました。そのうちの一つになります。小さい頃の楽しみが家の周りを探検することだったんです。塀の上を登ったり、人んちの庭に侵入したりしてしょっちゅう迷子になっていました。ある日、知らない道を発見し、またうろうろしていました。人の敷地に侵入して、家の人に見つかったりして逃げたりして、でもなんて言うか途中から様子がおかしい。明らかに人がいないんです。声や気配がないっていうか、転んだりでもう傷だらけで、痛くて怖いけど、道もわからずただ進みました。で、しばらく進んでいくと、砂浜があったんです。本当に綺麗な。すると、男の人が来て、どこから来たの？一緒に遊ぼうか、と言ってきて遊んでいたら、みるみるうちに夜に。すると、もう帰らないとダメだよ。早く帰りなさい。強く言われて怖くなりましたけど、帰り道がわからないと言うと、そうか、じゃあ返してあげるからねと言われて、はっと気がついたら自分のベッドの上。でも転んだり擦ったりした傷がところどころに残っていたんです。とても夢とは思えません。これが小さい頃に体験した初めての不思議な体験でした。
嫉妬。友人から聞いた話です。友人が大学生の頃、当時付き合っていた男性が母子家庭だったそうです。その割に、もともと裕福な家系らしく、高級マンション。しかも大学から近かったので、学校の遊び場になっていた。友人もしょっちゅう遊びに行って、時には泊まることも。とはいえ実家だし、一応遠慮はするものの、彼の、大丈夫、大丈夫、の一点張りに負けて、そんな日々が、ずるずる3ヶ月ほど続いた。問題は彼のお母さん。結構若いけど、特に働くでもなく、いつもほぼ在宅。まあそれはいいのだけど、本当にこんな人がいるのかというくらいひねくれた性格だった。息子の男友達には、騒ごうが泊まろうが愛想を振りまくが、同性相手には冷たい。まして、交際している友人にはあからさま。打ち解ける気は皆無。まあ、しょっちゅうお邪魔すれば、そりゃ誰でも不愉快にはなるよな、と悪く思い。これからは彼が何と言おうと、控えようと決意し、いつもすいませんと、菓子折りを差し出した。ところが、馬鹿にしたように鼻で笑い。そういう、わざとらしいのはいいから、と突き返された。わざとらしい？意味不明な上、40代の大人が、そんな言い草はないんじゃないか、と友人は憤慨し、今まで通り、彼の言うことにだけ従えばいいやと開き直ってしまった。ちなみに、母親は息子に溺愛だったらしいけど、幸いにも彼はマザコンではなかった。むしろそんな母親を若干鬱陶しがっていたとか。いつもあんなんだから気にするな、みたいな。その辺のめんどくさそうなことはとにかく干渉したがらなかった様子。ところがある週末、泊まって彼の部屋で寝ていたら、友人はトイレで目が覚めた。携帯を見ると、午前4時34分。変な時間に起きたな、と、爆睡中の彼を尻目にトイレに行った。部屋に戻ろうと、廊下を歩いていると、違和感に気がつく。先ほど部屋を出てトイレに向かった時は、視界はほぼ真っ暗だった。だが今は、リビングから漏れている電気のオレンジ色で薄ら明るい。おばさんが起きたのかな、と一瞬ドキッとして、すぐ部屋へ引っ込もうとドアノブに手をかけた。ピーちゃん、ピーちゃん。心臓が止まるかと思った。暗闇に突如響いた異質な声が気になって、そっとリビングを覗き込む。声の正体は休館長だった。ピーちゃんであろうその休館長が入った鳥かごは、テレビボードの横の棚の上に置かれていた。リビングにはおばさんはいない。今までリビングにこの鳥かごが置かれているのを一度も見たことはなく。しかしそういえば、以前ペットの話になった時に彼が、母親が部屋で鳥を飼っていると一言つぶやいていたのをその時思い出した。誰もいなかったので、つい鳥の前まで行って、まじまじと観察する。くちばしでカゴをつついたり、鳴き声ともつかない
声を出したりしている。そして時折、ピーちゃん、いい子ね。お利口さんね。とか喋るのだという。友人は思わず、すごいな、と漏らしてしまうほど、素直に感心したという。よく仕込んであるなぁ、って。しかし、次の瞬間。まゆみ、嫌い。まゆみ、嫌い。まゆみ、嫌い。まゆみ、消えろ。まゆみ、消えろ。まゆみというのは、友人の名前である。友人は、目を見開き、戦慄した。すると背後から、笑い混じりの大きな咳払いが一つ。驚いて振り返ると、そこはおばさんの部屋。ドアは閉まっている。しかし、今の咳払いから考えると、おばさんは、ドアにべったり張り付いて、明らかに聞き耳を立てていた。いや、もしかしたら、覗かれていたかも。その咳払いは、それこそいかにも、わざとらしい、不自然なものだったという。友人は、すぐさまダッシュして、荷物を持ち、一目散に逃げた。始発までコンビニで時間を潰して、ショックのあまり、頭は真っ白だったけど、メールで彼に別れを告げた。当然、しばらくは揉めたし、未練もあって大泣きもしたけど、もうそんなことどうでもいいくらい、別れてよかったと言っていた。この先、あの母親がいる限りは、うまくいくはずがないと確信をして。何が怖いって、友人がトイレに行っている間に、わざわざリビングの明かりをつけて、仕込んでおいた暴言を聞かすため、あの鳥かごを置いたのか、そう考えると。この部屋で寝るな。何年か前、大晦日に友達と遊んでから朝帰りをして、自分の部屋で寝てました。そしたら、夢とわかる夢を見たんです。どのようなものかというと、家に帰る途中に、電信柱や壁やらのあちらこちらに、命を大切にしよう。後悔、先に立たず、など、半紙に筆書きをしたものが、ペタペタ貼ってある。という内容なんですけど、周りには誰一人歩いておらず、道のあちらこちらに血のようなものが飛び散っていて、なんか不気味な夢だな、と思いながら歩いていました。そして家に近づいたとき、母親に起こされて目が覚めたんですけど、母親がすごく怖い顔で、この部屋では寝るなって言うんです。なんでって聞いたら、自分たちは団地に住んでいるんですけど、今、ここの上の階の部屋に仏様がいるから、というので、なんか気持ちの悪い夢を見たのは、そのせいかなって思っていました。その後、おせちを食べていたら、父親が、飛び降りだったからなぁ、と、ぼそっと。その時は、本気でゾッとしました。その人は、飛び降りてから、後悔したんでしょうか。